ジュリーは何した？細かすぎる沢田研二ネットワードチェック。このコーナーは最新のネット記事から沢田研二というワードを細かすぎるほどチェックするコーナーでございます。あまりに細かすぎて本人といまいち関係がない場合がありますが、ご了承ください。それでは今回の細かすぎる沢田研二ワードチェック、ひるおびにジュリーが登場。こちら本日5月27日金曜日、TBS の昼帯より若者がハマる昭和歌謡というね、特集コーナーにジュリーがね、ピックアップして、登場しておりました。だいたい時間は11時7分から11時9分、ぐらいの、まあ2分ぐらい、ジュリーのね、まあ紹介がされておりまして、勝手に仕上がれのね、過去の、まあ、演奏シーンなどが、取り上げられておりましたけども、その後、パネルに移ってですね、第19回日本レコード大賞、大賞ということで、作詞阿久悠、作曲大野勝雄、編曲船山元樹というね、もう3人の大天才のね、まあ解説なども、されておりましたけども、その後は久保田早紀さん、尾崎清彦さん、千秋直美さんなど、様々なね、昭和歌謡の方々を紹介する、そのまあジュリアトップバッターという形で今回ご紹介されておりました。本日5月27日金曜日、 TBS 昼帯、大体午前11時7分ぐらいから11時9分ぐらいの放送となっております。ご興味ある方ぜひチェックしてみてください。 P が語るザ・タイガースの結成秘話、そしてデビュー、こちら YouTube au 星チャンネルより第220回ザ・タイガース伝説パート3ザ・タイガース瞳実るということで、当チャンネルでもね、パート1パート2を、ご紹介させてもらったと思うんですけども、実るさんがゲストとしてですね、まあ、ザ・タイガースの、様々なエピソードを飾ってらっしゃる、第3回となっておりますけども、今回は、まあ、実るさんとですね、まあ、一徳さん、太郎さんのね、まあ、同級生の、まあ、学生時代の、頃からスタートして、まあ、ザ・タイガースの、まあ、結成につながっていく、まあ、流れですね。そして、まあ、タイガースが、デビューしてですね、まあ、内田裕也さん、そして杉山浩一先生とまた出会ってですね、このデビューに、まあ、つながっていくようなエピソードをふんだんに、お話しされておりますけど、なかなかね、聞き応えのある回となっております。ぜひ聞いてみてください。45歳と知って驚く女性有名人。こちら5月26日ネタトピというサイトから、2022年で45歳と知って驚く女性有名人ランキングということでね、まあ、この記事の中に、まあ、ジュリーが出てくるんですけども、この、順位の第3位が松たか子さんなんですね。で、その中に、2022年は、ヒロインを演じた、沢田研二さん主演の映画土を喰らう12ヶ月が公開予定ということでね、松さんね、45歳ということで若いですよね。ちなみに2位は、菅野美穂さん、そして1位は安室奈美恵さんということでございます。ザ・タイガースの歌詞を童謡雑誌の作詞家が書いていた。こちら5月25日 PR タイムス株式会社新潮社の記事より、なぜ私たちは未完成なスターを求めるのか、日本文化の革新をつく気鋭の社会学者による本格論考ということで、この記事の中に先ほどのね、ザ・タイガースの歌詞を童謡雑誌の作詞家が書いていたというふうにね、この一部が、まあ、載っているんですけども、ザ・タイガースの歌詞を書いた童謡雑誌の作詞家ってね、誰ですかね、全然ちょっとわからないんですけどね。ご興味ある方、この記事チェックしてみてください。昭和歌謡男歌、こちら5月25日エキサイトニュースより、大月みやこ元気の秘訣は虫歯知らずの歯にありというねどういう記事なんですかね、まあ、よくわかりませんけども、この記事の中に、大月みやこさんではなくてですね、入山あき子さんという、この方も演歌歌手の方、でございますけども、この方が、まあ、現在石原裕次郎さん、新沼謙治さん、沢田研二さんなど昭和を代表する男性歌手の歌を歌う昭和歌謡男歌アコースティックライブを日本各地で開催しているというね、まあ、ツイッターでご紹介したら、まあ、いろいろといいねリツイートをいただいておりましてですね、まあ、人気のある方なんでしょうか。まあ、でも最近本当にあれですよね、女性の歌手で、ね、ジュリーのカバーをされることが多いですよね。高橋真理子さんとかも確かしていたんじゃないでしょうかね。こちらの記事ご興味ある方チェックしてみてください。ジュリーは何した、細かすぎる沢田研二ネットワードチェックでした。私不思議レモンによるジュリー沢田研二さんの楽曲カバーチャンネル、不思議レモンカバー沢田研二、こちらの YouTube チャンネルもよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っております。ぜひ足を運んでください。不思議レモンでした。